枝豆さん、早速ですがイケメン総選挙の印象と意気込みを教えてください。まあ今年でね、僕2回目の、まあ、出場となりますけど、まあ、今回も満を持してね、出場ってことで、まあ、今年はもう進退をかけてます。今回もう僕去年は5位入賞ということでしたけども、今年はもう1位でなければ僕はもう引退します。はい、進退をかけて挑もうと思ってるんで。今年との違いはどういうところでしょう。違い、気持ち、やっぱこうライバルとの戦いを意識して、やっぱこう普段からの違いを今回は皆さんに見てもらいたいなと思って、この格好で今回は挑もうと思いました。特に気をつけないといけない相手は誰ですか。まあ、今回はもう自分自身との戦いということで、やっぱり他とは圧倒的な差を皆さん見せつけて、まあ、優勝したいと思ってるんで、まあライバルたくさんいますが、まあ、まずは自分自身との戦いに勝たないといけないなと。じゃあ現在のコンディションはいいということですか。まあ、非常にいいですね。まあ、体の仕上がりもいいですし、まあ、今年の初めからこの大会に向けて体絞ってきたんで、その成果が出せたらなと思います。優勝するために大事なのは気持ちですか、戦術ですか。まあ、極端に言う必要はないと僕は考えていますけど、両方必要だなと。まあまずは気持ちの部分っていうのは間違いなく大事になるし、まあ、その中で、まあ、今回こういう戦術を取りましたけど、まあ、この戦術がうまくはまって、勝ちに結びついてくれたらいいなと思ってます。はい、もし優勝された場合実現したいことは何ですか。マニフェストはありますか。まあ、今回こう、まあ、冒頭にも話したように満を持してね、この大会に臨んでるんで、まあ、ぜひこの枝豆くんグッズをね、皆さんに着用してもらいたい。まあ、スタジアムで、グッズをね、優勝した際には、作って、皆さんに買ってもらいたいなと思ってます。有権者であるサポーターに伝えたいことはありますか。まあ、皆さんね、それぞれ好きなタイプとか、まあね、男性の人から見ても、まあ、好きな男とか、まあ、いろいろね、それぞれあるとは思いますけど、やっぱ皆さんの心を、ね、動かすために僕たち毎日戦って、この大会に、ね、向かってこう鍛え上げてきたんで、まあもうこの大会を最後に、もし優勝できなければ僕はもう身を引こうと、ね、思ってるんで、それも加味して皆さんはね、投票してくれたらと思います。はい、むしろ投票しろとさえ思ってます僕は。わかりました。ありがとうございました。